皆さんこんにちは、二年秀彦です。今日はまた久しぶりにこの風景、病室から撮影をしてみています。というのもですね、昨日入院したんですけども、この3月頭頃からまた発熱を繰り返すようになってまして、1日の中でこう何回もね、熱が上がったり下がったり、多い時で1日3回ぐらい平熱発熱っていうのを繰り返す時もあったんですけども、そういった日にちがねまた多くなってきて、で以前から僕の動画を見てくれてる方っていうのはご存知だと思うんですけども、僕の胆管にね、腫瘍ができた時にそこにステントを通してるんですけども、そこからね、菌がたまに逆流をして、それで発熱になるということで、今回もね血液検査をしてみた結果、その数値が高くなっているということと、前回のステントの交換からも1年半以上経っているので、明日交換ステントの交換をする手術をしてもらうということで今病室にいます。で今はですね、ちょうど今熱も下がってだいぶ楽な状態なんですけども、こういった点滴をこれです、はい、こんな手が震える、こんな感じでね、点滴が今打ってる状態で、よいしょ、はい、こんな感じでね病室で今ゆっくり過ごしてる状態です。これがね、明日終わればまた普通に生活できるのかなということで期待してますけども、本当にね、一日普通に過ごせることがどんなに楽というかありがたいというか、すごいな、頭がボッサボサ、朝洗ったままドライヤーも使ってないのでね、もう自然に乾かした状態になっちゃってますけども、とにかく明日の治療を終わって早く寝て普通に生活したいなというふうに思っています。という何でもない動画なんですけども、久しぶりにそういう状況になったのでちょっと撮ってみました。ということで、今の近況報告、何もない内容の動画でしたけども、またよかったらね、次回も見に来てください。それではまた。